いつもの。はいはい。いやあ、師走やね。本当もう急にこう寒くなってきましたしね。いやあ、寒い。寒いですよね。心も寒い。お風邪ですか、マスクって。予防予防。ああ、予防はしっかりやってる方がいいですね、本当。ね、年末やから仕事も終わりへんしさ、もう毎日残業ですか。もうそうそうそう、もうガソリンでも入れないやってられへんなと思ってね。ゆっくりしててください。いやいやいや、もう今年も終わりやね。そうですね。で、仕事納めはいつなんですか。いや、それがさ、はい、もう今年もそうやけど、12月1月の暦がカレンダーが悪い。そうですね。もう三が日終わったらすぐ月曜日ですもんね。そう、そこ4日からやで。もう4日からお仕事始めて。ありえへんわ。でも末はちょっと早めに終わるんじゃないですか。26か7か。いや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 、29がね、はい、有給奨励日とかって言って、休んでいいよ、使っていいよって言ってるけど、なんかそんな空気でもないわけさ。はい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 。こうね、みんな仕事してるし。おお。じゃあ29まで働いてやで、はい、3日、正月三が日終わって4日から仕事って、もう何この、新しいですね。カレンダーめ、まあ、ちなみにうちはもう2日から空いてますけど。マジで、はい、働くね。いや、ちょうどそのカレンダーが4日月曜日じゃないですか。で、うちはあの月曜日とかって基本こうなんか休みにしてる場合が多いんで、お、そんな日からお客さん来ないだろうと。いや、仕事始めの日から来ないよ。だったら三が日の、まあ、この土日でこうなんか、ね、地元に帰ってきてちょっとゆっくりしある人が、お、まあ、飲みに来ていただけるかなっていう感じ。働くねー。もう正月ぐらいゆっくりしようよ、もう。ねえ、ゆっくりしたいですけどね。ねえ。あ、どうもいらっしゃいませ。こんにちは。あ、どうも、どうも。あれしょ、また、ぐだ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 、面白くないこと言ってたんですよ。そんなね、そんな毎日常日頃面白くなけりゃいけないのか、あたいは。いやいや、なことないよ。もう、ほら、もう、忘年会シーズンやから。そう、そうだよ、もうね。働いてんの、今日も磨いてきた。磨いてきた、で、あの忘年会の、あのほら、出し物とかあるじゃないですか。あー、もうある。あれ、あの何、あの会社の忘年会ね、もうそれの稽古して帰ってきましたね。稽古、うん、出し物すんの。そうですね、あの、コントやるんです。え、ちょっと磨くださん、若いね。チーム磨くだでコント作戦僕やろうかなと思って。ちょっと、本気やん。本気で。そういうの、若手社員にもこう、任せええんちゃうの。いや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 。もう、去年はだから若手社員に任せたんですけどね。うんうん、あの、ちょっとやっぱ、ちょっと違うと。クオリティが。照明の使い方が悪いと思って。いや、そんなに本気なの。照明の使い方が悪いって。そんな忘年会ある？いや、最近の忘年会会場は照明使えたりするのよ、本当に。いや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 、いや、うちの会社もさ、結構さ、お疲れ様です。結構もうこの間忘年会終わったんやけど、結構みんな本気やもんね。あの、わざわざさ、はい、ステージ付きのお店を借りてね、会社で。本年はまあちょっとバンドやってました的なね。なるほど。若手連中がこうまたやってるわけさ、バンドライブを。いいな。そのボーカルがさ、上司やからさ、聞かなしゃあないよ。めっちゃ手拍子せなあかんわ、それ。もうね、もう黙って飲ませてくれよと。まあでもそういうのがあるから最近のこうね、若い子の酒離れとかっていうのがあるんでしょうね。そう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 。あら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 。もう大嫌い大嫌い。忘年会大嫌いよ。ぬるっときたね。ぬるっときて。聞いてたよ。出し物、忘年会の出し物とか。結構多いもん。めんどくさいね。もうあれはめんどくさい。やってるんでしょ、でも。めっちゃダメ出ししてるもん。それがめんどくさい。それがめんどくさいよ。お前らセリフ覚えてこいって言ったやろ。あ、それか。セリフは覚えようよ。でもまあ、なかなかね。今日はね、ほんで、まあまあ、ちょっとね、
クリスマスも近いじゃん。うん、近い。ね。ちょっと家にこう、飾るやつをね、100均で見つけた。うわ、すごい !100 均で売ってんのこれ。そうそう、これ家で飾ろうと思って、ね、今ちょっと飲んでる間だけ、ちょっと、クリスマス気分味わってへんじゃん。じゃあ、うん、ああ、今年も一年、ありがとうございました。あ、今年ね、今年一年、ね。年うわーこれすごいな、気分盛り上がるな。ちょっとさ、なんかこんなんが家にあったらさ、うん、いいですよ。クリスマスムード満点なんてちょっとテンション上がるかなと思って、うん、ほんでさ、これも最近の100均ですごいね、これもあったからさ、そう、ね、それ100円これそうそう、あ、いっぱいあるからちょっとつける。あ、つけるよ、ね、つけよう、これもちょっとつけよう。いや、本当はね、サンタをね、うんうんうん、あったらいいなって思ってんけど、うんうん、みんな考えること一緒やねんな。サンタが売れててさ。あ、なるほど。サンタ、どこ見てんの？鏡。鏡。なんかあそこ手がってるから。うん。サンタの帽子がなくてなんか。あら、ほんと。赤い、ね。脇のトナカイばっかりが売れ残ってて。あの、色味がさ、緑。ちょっと暗い色味になってるよね、俺ら全員。うん、赤い。その、これをつけて、こうやってる人は多分今、日本で一人だけだよ。いや、ちょっとほら、これつける人は大体こんな格好しない。いや、なんかでもちょっとテンション上がったわ。ちょっと上がる、ね。なんか上がる上がる、ね、一日の仕事疲れがこう、ちょっと吹き飛んだ感じやな。そうね。いいね。うん、いいですよ。うん、いやー。それでもサンタの帽子にそのトナカイの角がついてるっていうバージョンもありましたよ。そう。いや、もうだってもう。どっちなんえ、どっちなんっていうこと、ね、どっちなんそれもうミックスされた状態よね。ね、混ぜりゃいいってもんじゃないですけどね。もう。耳ついたらあかんわ。でもまあトナカイだろうね。耳がついてるってことは。そう。だよね。偽サンタってことですよね。サンタっては限らへんやん。あの帽子かぶっててもほら。子供もかぶったりしとるからさ。ああ。え、じゃあ。けど子供はあれサンタを真似てかぶっとるんやないの。そっか。うん。なるほど、そうです。そうでしょ。そうか。じゃあ、うん、トナカイもサンタを真似とるんです。真似とるん。偽サンタです。うん、偽サンタ。なりたかった。なりたかったんでしょ。うん。サンタになりたかった。サンタになりたかったのね。サンタ役になりたかったよ。ない、サンタ役いて。でもトナカイやけどね。そうそうそう。いや、かわいいね。これ。かわいい。このかわいいわ。あ、そう。うんうん。100円でこれはいいんじゃないですか。いやでもあれやね、多分これで隠れてんねん。何に対して隠れてんの？何に対して？いいな、見えない、見えない。ごめんね、どうせか。ちょっと低くせない、多分あかんと。あ、だからマスターに見てもらえへんってこと。あ、そうそうそう。ちょっと見える？どう？まあ、それでいい感じでね。こう、なんかこう、すごい絵面になってますけど。体勢的にはすごいしんどいよね。なんかこう、昔のさ、平凡とか明星の表紙みたいな。いいように言うと。あ、そっちか。そっちか。アイドルっぽい感じか。いや、でもなんか、言わんとしてることはわかりますね。興味やな。平凡とか明星知ってる人少ない。あれ、なくなったん？ないと思いますよ。両方とも。え、そうなん？平凡も明星も。え、両方なくなったん？いや、ないんじゃないですか？明星は残って、平凡が最後まで残ってたん？いや、どっちかわからないですけど。どっちかなくなって残ってたよね、一個は。あ、そう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 。先に、どっちかなくなって。どっちかなくなって。でも、あんなん買ってた？買ってないですけど。あ、あったら読んでたぐらいの感じ。あったら読んでた。あったら読んでた。なんかでも田舎のばあちゃん家に帰った時になんか、いとこが買ったとおぼしきやつとかよく置いてあって。そうそうそう。そういうのよく聞いてました。俺もいとこの、いとこが持ってるもんなんやろな。歯医者さんとかによくあったよね。歯医者さんにあった？あったあった。これ何でもいいけど、あれですよね。誰が初めに腰痛くなるかのチキンレースみたいな。もう無理やわ。もう無理やわ。もう無理やわ。もうええやん、もう。もう年末も全部楽しましょう。もう、ああ、ほんと。もういい。甘えたのおっさんとおばはんの、みたいな。絵面が気持ち悪いね。甘えたのおっさんとおばはんだけど。甘えたのおっさんとおばはんでも。クリスマスやから。クリスマス。そうそうそう。やっぱり童心に帰ってさ。皆さんクリスマス何かこうやってあるんですか？ある？ない。仕事。わお。ない。わお。ないなぁ。ない。だって平日やん。そうですよね。木金やで。木金だ。木曜日が24やんな。そうですね。今週です。はい。本当。ああ、せや、せや、もう、ああ、仕事ですわ。完全に仕事です。完全。思い出した。ちょっと忘れてたやん。完全に仕事ですわ。そう。俺さ、24日さ、東京でさ、平井堅のさ、
ライブがあってさ、うん、チケットをさ、うん、2枚取ってんけどさ、うん、行く人おれへんくてこれどうしたらいいこれ一人で2枚分のチケット持って平井堅イブに行くって俺ちょっと史上最強じゃないしかもってあれでしょ、隣の席は空いてるんでしょ、空いてる、怖ない、ちょっと、それ でもね、それでちょっと難しいのは、うん、まず平井堅であるっていうところに、そうやん、そうやん、いろいろあるよね、あとだから、あの一人のチケットが男性か女性かによっていろいろな見え方が変わってくるよね、いやいや、それは平井堅をちょっと いろいろ聞きたいことがいっぱいあるし、ええよ、聞いて聞いて、もうね、あの、困ってるあのちょっとうかつにあの申し込んだら受かっちゃったというか当選というかね あ無料なん違うよ、買うのも今やもう抽選だからね、コンサートのチケットっつうのは、そうなんや、そういうビッグな人たちはね、けど東京にも行かなあかんしやでいやほんでね、23日は別のライブがあって、それはあの行くのは全然やぶさかでないから行くのよ、だから24日もついでやし平井堅さんの予約っていうかね申し込んだわけ、うん、こうしたら通っちゃってさ、しかも俺1枚で申し込んどいたらよかったのにさ、何を1枚とか2枚にしたらちょっと見えはったんやろな誰かいるやろ、わかる、ライブのチケット取るのってなんか2枚取っちゃうよね、取っちゃうのよ、な意味ないのにさ、それ見えだわ、そう見え終わっちゃったわけよ、それちなみにあの1枚おいくらな、うん、1枚7900円、高っ、いやいや今はもうそんな安い方ですよ、そうですよ、安い方、安い方、いやいや、うん、でも2枚やったら1枚6000円、6000円、そうや、だからそれをまあかつ東京行くねんて、まあまあまあ、そうや、まあまあでもまあそれだけじゃないか、平井堅だけのために行くわけじゃないからさ、うん、まあまあいいんだけど、うわやっちゃったね、やっちゃってる感はあるよね、春郎さんが東京で平井堅を一人で見に行くっていう絵面は相当面白いね、24日やからねこれ、ああ俺他の日やったら何やろうなあんのよ、別にあの行ってもいいよ、他の日やったらあの行ったことあるし、いろいろお前そっちかみたいなことやもんね、まあいや、うーん、あ悩むんやそこ、いや違う違う、そういういやそっちかもあるし、うん、あまりにも寂しすぎるやろ平井堅世界一じゃない、俺寂しい、ツイッターでこの空いてる席と一緒の子で、いや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 、しゃべってしゃべって、今は何とか行かない方向で考えている、あじゃあもう今のうちにパッと転売して、ああ そ, うそういう転売とか誰かに、ね、行ったらええやん一人でいや、ライブは俺これつけていったよろしいね、これはほんこれあのあげるわ、それつけていって、まあ、まあ、まあまあね、うん、よそれでもほんまそれ言って写真ちゃんと収めてやったら、うん、多分来年1年もその話題で引っ張れますよ、ね、ああもう、うん、いや、あまあそうだね、それでもいいよ、あとこっから5年ぐらいクリスマスの旅でその話題で引っ張れるかな、一人で話題の人やねうん、いやもうでもちょっとその勇気はないな、さすがに何しに来たんだろうってなるじゃないの、これやっぱり周りの人から見てもさあーね、あーちょっとやばいやばい、なんとかしたい、なえ、どんなスタンディングですか、スタンディングじゃない、違う違う、今回平井堅さんのね、うん、ケンズバーっていう、まあ、コンセプトライブなんですよ、だからお酒も飲むのよ、おワンドリンク付きでバーっていうあの体 で横浜アリーナなんですけどね、横浜アリーナでそんなすごい、そうで会場で飲めるのよ、そしてお酒でもマジでテーブルとかもある、テーブルは前の方はテーブルあんねん、4人掛け席、アリーナの前の方、ね、まあ俺はその席ではないんだけど、うん、まああの2人やもうなまあゆったり座れる、ね、もう荷物置けるよね、荷物置けるだからあえて荷物置きのためにこう2人分取ったんだ、おかしいでしょ夜行バスじゃないんだからさ、いらないよね、なんか相撲取りの飛行機移動みたいな、そうね、場所取るねん、うん、ガリガリやけどな、おいどんはみたいな、おいどんはみたいな、そうやね、もう今それがもうもっぱら悩みの種、ね、いやーぜひ行ってほしいね、じゃあもう行って一人で自家撮りしてきてください、そうそう、こう自撮り棒とか持って行ってさ、やばいやろそれ、そうですよね、その眺めてる風景を何やったこう、うん、ユーストとかなんかそんな、いや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 、もうそんなホットワードとか載ったらやばいやんかツイッターでこいつやばいみたいにさ
いやもうやばいよ。売れるかもしれん。チャンスかもしれん。売れる。すごいよね。天パ少年的な感じやんか。偉いの見つけたぞみたいな感じ。誰やこいつみたいな感じになるよね。なるよ、だって。あ、ん？仕事見つかりました。ほんまや、あんたちょっと仕事辞めたんちゃうの。だからさ、うん、よく話聞いて。クリスマスの平日に東京までライブに行くって見に行く言うてんねん。あ、ほんまや。ほんまや。そんなことができるか、仕事が見つかってたら。できないから謳歌しているのよ。無職？そうよ。だってこの前かってそうやったよ。ちょっとあんたどんだけ貯金持ってんの？貯金なんかないよ。味噌の貯金。溜め込みすぎやろ。切り崩して、切り崩してよ。あんたそんなんでようライブ2つチケット取ったな。そうやな。だから、うん、そうやな。見に行くだけで東京行ったりするんやろ。そうや、そうや。信じられん。まあ、バスやけど。バスやから安いけど。あと、青春18切符とかさ、あるじゃない。え、青春18切符？青春。そんなやんねんの？やんねんの？大丈夫？いやいや、青春18切符とか。おいくつだな。あー。青春18切符一人やったら、かえって高くつくんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。またほら、それ、チケット屋さんに1枚だけ使って売ればいいから。売ったらいいからね。で、もしかしたら1枚だけ売ってる場合もあるしね、チケット屋さんで。僕も22、3ぐらいの時、それで東京まで行きました、ね。まあ、まあ、未だに行ってますけど。私ね。え？ん？何？ちょっともうちょいこっち来たら。寒いでしょ。あ、ごめん。なんかものすごい。ものすごいここら辺にボールがおったから、ものすごい大きな顔のボールがここに、なんかうっすら見えたから、すごい圧がすごかった、圧が半端なかった。ちょっとなんか知らんけど、よく出るんだよ。あ、ほんと怖いな。有名な怪談作家の人がなんか取材とかに来るぐらいですね。本当出るのここ。いや、もう本当にそういう噂にはこと書かないですよ。いや、嫌でした。いや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 、このお店も、うちのお店はあんまり出ない。あんまり出ないってどういうこと？ちょっとは出るんかい。前にあの霊感ある人に見てもらったんですけど、うちのあのもう一人のマスターの三つおっていうごついのが、はい、はい。そのいつが霊を弾く体質らしくて。いいなぁ。霊を弾く体質。そうそうそう。あいつが来たらなんかあの霊はそれを見てなんか出ていくんですって。へぇー、すごいね。あの奥のあたり、その食器用洗剤みたいな。なんかもう油汚れみたいな感じで。なんか簡単の奥のあのあたりが本来霊の通り道らしいんですけど、あの辺からフッと入ってきて、三つを見てフッと帰ってくる。すごいね。何それ。三つをさ、なんでそういうな、どういうあれなんやろうね。へぇー、なるほどですね。すごいね。すごいな。多分だからそれで多分うちではあんまり聞かないらしい。でその子と一緒にね、あの夜中、まあ、2時3時ぐらいで、まあ、お店も暇やったんで、一回この味噌の中をぐるっと回ったんですよ。で、その子がね、あ、今ここに霊がいますよとかって言って、おう、でタタタタって言ってパッてって、私今これで霊とぴったり重なってますとか言い出すんですよ。うわ、なんじゃそれやったもんそれ。それは悪ふざけが過ぎるな。かもそんな。お前ね、霊にしてみたら何してんの、何してんねんってことでしょ。お前ね、かぶっとるかぶっとるみたいな。やめて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 、今ここにいますって言われるよ。俺分かっとるけどやな。まあでもこのビルは本当そういうなんか逸話にはことかも。へぇー、なんやろ。まあ飲み屋さんとかね、楽しいとこに集まるってね、言いますけどもね。あ、そうなんですか。そうですよ。だから劇場とかほら、そうそうそう、なんか楽しいとこに来るみたいよ。だ、遊園地とか劇場とか。自分も例になったら絶対成仏せえへんねんから、うろうろしてんねやろね。どういうことよ。成仏した方が天国で楽しいんじゃないですか。そうよ、そうよ、成仏。いや、もう未練たらたらちゃうの。生き自爆霊ですからね。生き自爆霊。もう寂しくて寂しくて。そうだね、それはあるね。三の川よう渡らんとか。とりあえず誰か待って。早渡ってくださいよ、みたいな。いや、だってもう、冷たいやん、みたいな。いや、冷たいの、みたいな。ちょっと待って、誰か呼んでくるから、とか言って。あ、それかなんの迷惑やな。呼びに来るわ、じゃあ。ほんまにやめて、ほんまにやめて。船のチケット取ったんやけど、二人分やねん。また二人。もう自分やめてや、もうそんな。一人で行って、一人で。イブやからさ、みたいな。おかしい、もう。イブでも一人で行っても。イブに一人とか嫌やん。ほんま一人で成仏してほしいわ。嘘。いやいや、成仏したらでも向こうでね、それこそ楽しい世界が待ってるって、ね、ほら、あの、この前亡くなった、茂先生。
水木先生もおっしゃってたじゃないですか。だからいいんじゃないですか。今日は常連さん他にはやらへんですか。あ、ほんまや。24日、コントライブ見に行くそうですよ。どなたが？ちょっと失礼。はぁはぁ。はぁはぁ。常連さんが？はぁはぁはぁ。常連さんです、うん。いつもの常連さんが。コントライブ24日行く、うん。あ、平井県行かない？常連さん。東京で。行かない？行かないよね。はい。東京に行く方とか誘い張ったらいいんじゃないですか。誘い、うん、でもさ、24日ってさ、しかも平井堅にさ、また戻ってごめんやけど、どう考えても誘いにくいのよ、男も女も。うん、そやね。平井堅もやし、24日っつうのももう、半端ないハードルやん。うんうん、男は、まあまあ、まあまあ、こうきついやん、これ二つ、これ。男同士で行くと、平井堅男同士で行くのはなかなかきつい。きつい。いや、普段やったらね、言ってもまあええけどさ、それを24日に誘うのもちょっとどうかと思うし。うんうん、そうやね。来る方も行きにくいやん。そうやね。なんか、誘うっていう、なんか違う、なんかもうわからんけど。わからんことなんて。なんかいろんな約束事ができそうやもん、まあ、だって、例えば、三賀久田さんをこう誘ったとしても、うん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 、どう思うよ、これ。平井堅王ですか ?24 人ですかそう、ダブルでさ、ダブルで来るもん。ってことは、お泊まりかなみたいなことになりますよね、やっぱり。やっぱこれ、そうなるよ。なるやん。なるやん。しかも平井堅です。ものすごい体きれいにしていかなあかんかなとか思ってまいりますわ。ものすごいゴシゴシ洗いますわ。そうやで、ね。まあ、男性の場合はそうやん、うん。女性の場合もやな。24日やいけえなって。ただで辛い、そうやわ。おかしな話やん。だから、どっちにしろ24日はもうお泊りだわ。そうや。だから、こっちも覚悟せなあかんわけやん。そうだ、ある程度。誘う時に。誘う時に向こうを。そうだ。お泊りしても、女にしても、俺も。何にしても、お泊りだ。そうや。設定だ。俺も覚悟せなあかん。そう、しなきゃいけない。もしかして結婚の荷物が出てくるかもしれない。どっちにしてもね。どっちにしても、そうや、今渋谷やって結婚できるからな。そうや、ほんまや。どっちにしても。これ東京やしな。東京やし。もう。あ、そりゃもう。利息や。利益、そうや。だから、もうこの3日ぐらいのね、ことで。もういろんな決着がつくやん。つくかもしれないよ。ね、うわ、だから今度ここに僕が来た時はもう結婚相手が、男か女かわからんけど、決まってるかもしれない。指輪がね、薬指に。うん、平井堅って書いてあったかもしれない。乾杯。そんなビファインドでさ誘えないだろう。そんなリスクを背負って。けどさ、うん、初めに分からんかった。そうなんだよね。俺もさ、そこあのね、なんかもうちょっと軽い感じで撮っちゃったんだよね。いや、24日ですよ。分かる分かる。だから23が俺別のライブやからさ、あ、ちょうどいいわみたいな、東京ねんちゃんでライブ行こうみたいなぐらいやったんや。無職が無職、それはいいやん。来年頑張るからさ。咳込んだで、おい。24日に、これまあまあでしょう。いやー、ぜひ行ってほしいね。そけど、それほんまに通うらな大変やな。んか、そうですよ、もう日がないですから。大惨事、大惨事、大惨事よ、もう。まあ、どうにもならんかったら一人で行くわよ。うわ、行くも地獄、帰りも地獄。そうよ、そうよ。すごい、もう死にたくなるやろな、帰りとか俺。いやってなったらもう、それはもう、同じ地獄なら、うん、ちょっとアクセル吹かすぐらいの方がいいと思うんで。どうしたらいい。男の子誘うべきでしょ。ああ、もうそこはね、誘ってほしいね。男の子誘ってもいいよ、別に。でもそんなさ、そんな、いないよね、普通に誘って。る人ね、もうだから東京の誰かこう誰かをそんな引っ掛ける華奢か、あーちゃうな、もっとごつい人、あ、ガチ、あ、おちょうどいいやつおるやん。あいつあかんかった、あいつあかんかった、やっぱ誘ったん、誘ってへんねんけど、なんかあの、いや、なんか僕なんか24日はダメねんって、そこで偉そうに自分から言ってきとったから。あー、そう、うん、へー、そらね。いや、まあまあまあいいよ、こう2015年最後にこうビッグウェーブが来てる感じ、今ね、来てるのか、それ。ビッグウェーブなの。いやいや、だからそれどうやってこう避けるか。そうですよ。災害的な。災害的な、災害的なビッグウェーブ、ね。ビッグウェーブが来ている。うん、
え、ちなみにあのお二方は今年1年のなんかそういうビッグウェーブ的なやつなんか印象に残ったやつあるんですか？ビッグウェーブ的な、この前東京行ってきて、あ、本当、ちょっとあの出張で、うん、平井堅、平井堅じゃない、平井堅じゃない、僕平井堅じゃないよ。やってるわ。あのね、行ってきて、行った初日が大雨で、あらら、また大雨で、あら、それで朝起きたら携帯が割れてて、そう、そんな続きなんですよ。で、前回行った時も地震食らったりしてたんで、うわ、僕東京に相当嫌われてるなと思って。あ、そう、うん、思ったわ。へえ。ごめん、大したオチもなくて。いや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 、あの大変じゃないですか、東京。よかった、今回の一緒じゃなくて。あ、行こうか。いや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 、もう、行こうか。もう大変やから、もう。ものすごい体洗っていくで、泣きながら。泣きながら、たわしで体ゴシゴシ洗っていくわ。あ、何やろ、あっかやっかになってると思うで、もういろんな耳詰まりになってると思うで。ダメだよ、両方とも全然ウィンウィンじゃない。誰一人得しない、誰一人得しないって。どうしたの、どうした、秋山さん。いや、なんか下に引っかかってるなと思って。あ、そうですか。あ、懐かしいのが出てきた。1年間ね、お世話になりまして。さ、秋山さんはなんか今年はどんな年やったんですか？今年、あ、おかわり、はい、今年なんやろね、いや、なんやろね、あ、夏の旅行が楽しかったかな。なるほど。あの、しまなみ海道ね、はいはいはい、チャリで、チャリで、こう、大所帯の大人数で行った旅行が楽しかったな。いいよね、うん、いやね、そういう、オンとオフでね、はい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 、遊びもしっかり楽しめたんはいいかなと、うん、それはいいことだね、うん、なんか今年のこと思い出して楽しい思い出が一番に来るっていうのはいいよね、うん、そうだね、うん、いやー、就職はしないんですか？就職では来年ちょっと考えようか。今なんか一応考えたりしてるわけでしょ？もちろんもちろん、ね、もちろんそれはなんかネットでこう見たりしてますけど、うん、就職サイト的なやつを、そうそうそう、中途採用的なね、してますけど、まあちょっとまだあんまりそういう感じじゃない。いいのあんまり見つかない。いいの見つかない。何したらいいの？ほんまに溜め込んでるよ、ね、溜め込んでないって言ったやん、前70万や言うて。あと70万しかないわけやな。もう、ね、何平井堅見に行こうとしてんねん。もうおかしいやろ、東京まで行ってよ。なんで平井堅言うたかで、誰か一人来たら1枚その人に買ってもらったらやな、うん、俺も7900円で済むわけだから。その前にもライブ行っとんのやろ？そうや、そうや、その前の日もな。その前のは誰のライブ行ってるんですか？それはラッドウィンプスっていうバンドのライブなんですけど。ラッドウィンプスっていうバンドなんですけど、いや、もうあの今結構いい感じの若いバンドですよ。まあ、結構何年も前から、もう10周年なんですよ、はい、今年は、うん、まあまあそう、まあ、ラッドウィンプスっていうライブ。ラッドウィンプスは一人で行くの？それは一人で行くね。それは一人、それは一人でチケット取ったの？なんで平井堅、まあ、平井堅はね、ちょっと待ってください、まあ、ちょっと待ってください、まあ、よくしたことだって、よくが出た、よくが出た、え、どういうこと、え、どういうこと、なんかあるかな思って。え、24日だから、4日だから、え、平井堅だから、うん、そうそう、え、じゃあもうそれはもうやっぱり込みってことじゃないですか、そうね、結局そういうことだ、計画的犯行じゃないですか、でも絶対そうやわ、そうや、だけどほら、いまだにその計画がもうあれよ、実現しえないということがほら分かって、さあどうするってことになってる。ああ、そうか。いつ撮ったのそれ？ 2 ヶ月ぐらい前かな。あ、それ2ヶ月あったらなんとかなるかな思うやん。ああ、なるほど、ね、なんとかなる、なんとかってか、なんかほら、男でもええし、女でもええし、ノリが、まあそうか、そう、そうなるわな、まあ、そうなるわ、そういうことやろ、うん、その時は男は考えてなかったですよ、さすがに。で、どんどん東が出てきて、男でもええかみたいな、ストライクゾーンがこう広がったわけやね、広がっていくよね、あー、すごいな。そう考えると平井堅はすごいね、許容範囲、そのセレクトがすごいよね。いや、全部受け止めてくれるよね、平井堅もうね、ドシッとしてるよね、ウェルカムみたいな、どこにボール投げても走ってくれる。そうや、別に何にもあの非難しないと思うよ、平井堅を、俺が男と行こうが、ね、女と行こうが、すごいね、いいと思う、どうぞ僕のバーを楽しんでくれる。そう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 、今いい湯丼だよね、うん、なんかね、うん、そうそう、ほんまそういう感じなんですけど、ね、そうそう、だからまあちょっと俺も欲が出た感じ、はあ、色気を出しちゃったね、2枚。無職やのに。無職。もうなんか70番が2ヶ月前やったやんか。うん。だから今もうだいぶ減ってますよ、そら。ああ。うん。
まあちょこちょこバイトしてるから、まあそれ、バイトしてるんですか？バイトなんとなく日雇いみたいなのはちょこちょこ。日雇い何やってるんですか？いやいや、何やってるんですか？イベントの手伝いとか。あ、イベントの手伝い。そうそうそう。椅子並べたりとか。設営とかさ、そういうのちょっと、つてでね。今日経営みたいな。あ、行く行くみたいな。そうなる。すごいよ。そんな、まさに。めっちゃ使われてるタイプやん。そうよ、そうよ。まあまあ、まあ会社勤めでも時も使われてる感じやから。まあだから、まあ来年はちょっとね、頑張る頑張る頑張る。なんかいい仕事あって紹介して。いい仕事。磨田さんとことかよ。まあ磨きできます？磨く、全然磨くよ。マジですか？全然磨くよ。近いところで繋がるね。いやいやいや、全然磨くよ。うちやったら多分また大丈夫。あ、ほんと？あ、じゃあ今度ちょっと。あ、じゃあ年明けでも一回面接みたいな。社長に言ってみます。ちょっととりあえず社長に言って。僕社長じゃない。ああ、そうか、そうか、うん。バイトでもいいよ。はじめはバイトでも。なんでこいつ磨ける？なんでこいつ上からなの？無職のくせにな。無職のくせに上からよ、ね。なんかめっちゃ腹立ったわ。上からじゃん。アルバイトでもええよってなんでそんなに。ね。じゃあ、正社員を始めに。じゃあ、正社員から始めに、求めてないですよ。バイトでもいいのでお願いしますってことですよ。そう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 。うん、でも朝我が身やで、そんな君らも言うてるけど。ねえ。そうよ。辛抱やろね。辛抱やな。辛抱やと思う、もう。まあでも確かに今年1年結構、ね、僕の知り合いの方でも無職になった方が多いんで。リアルな話やな、それも。せちがらいもんね。へぇー。ほんとね。せちがらいですよ。なんでやろ、なんでやろ、なんでなんでしょうね。ね、景気いいとか言うのにね。そうですね。株価も上がってますし、景気昔よりかはいい気はするんですよ。いやいや、景気がいいのは上だけやって。もう上層部だけ。そうですか。もう下のもんはもう何も変わってへん、もう。そうかもね。あ、常連さんなんか言ったの？いやいやいや。いやいやいや、僕のことを、常連さんがツイッターで言うてくれてあります。うん、常連さんについてがね。ああ、常連さん。ツイッターで言ってくれてるんですか？常連さんで、ここのね、人がね、うんうん、募集してる。募集ね。平井健募集。平井健募集してくれてはんのね。もういいよ、もうね、もうね。もう平井健はずっと、ずいぶん前から好きなんですか？プライベート好きですよ。好きです。普通に好きです。あなたメジャーが本当に好きですよ。本当に好きです。本当に好きです。ね、誰でも好きです。メジャーだったら。誰でも好き。はいはい。大概。アムロちゃんも好きです。大好き、大好き、大好き、大好き。大好き、大好き、大好き。売れてる、大好き、大好き。大好き、大好き。売れてる人言ってくれて大体好きよ。大体行ってるライブは。小田和正も好きです。大好き、大好き、大好き。確かに広いですね。ラドインプスとかも行ったことあるんですよね。そうそうそう。そう、ラドも行ってますけど。AKB とかアイドル系はどうですか？アイドルは若干ちょっと。ももクロとか。まだ、そこはまだちょっと手出してないかな。まあ、いわゆる普通のアーティスト系、ね。そうです、そうです、そうです、そうです。アイドルの子ってちっちゃいね。ちっちゃい子多いね。セガ？そう。なんか、なんか、磨く現場をちょっと、ほら。芸事やってはる人らのところにこう磨いたやつをこう行くの、持っていくの、そういう時に時々アイドルの人に出くわしたりするんですよ。なんかちっちゃい子多いね。あ、本当に。うん、ちっちゃくてムチっとした子が多いね。あら、そう。ムチっとしてんの。ムチっとした子多い。わ、そう。もうすごいおっぱい見てまうもん、こうやって。あ、そこはちゃんとある感じの。見すぎ、見すぎ、もう見すぎ。もう。それもいやちょっと間違えたらもう通報されるレベルの見方。捕まるよ、捕まるよ。ファンですって思いながら、いやファンじゃないけど、なんか、うん、何回かね、ちょっと現場で出くわしてね、これで、あーそうですかみたいなことあったんだけどね、だいたいちっちゃくてムチっとしてた。さっきも言ってたの、見すぎ、見すぎ。それおっぱいがムチっとしてるの？なんか全体的にムチっとしてて、ちょっとここ空き気味の子がたまたまかもしれんけど、2、3回この前会った時はそういう子が重なってましたね。そういう子に出くわすとやっぱ見ちゃいますよね。見すぎ、もう見すぎやから。え、もうちっちゃくてムチってしてるのが磨田さんお好み？いやいや、磨田は、うん、磨田は自分のこと、その名前で呼ぶのちょっとどうかと思うよ。
いや、眉美はみたいな感じで。磨くだは、おっぱいが好きなだけ。あ、おっぱい好きなんだ。磨くだはおっぱい好き。おっぱい好きなのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとこの前考えすぎてノイローゼになりそう。何きっかけでそこ考え込むんですか。だってさ、おっぱいの何がいいのよって思うじゃん。いや、でもおっぱい好きなんだよ。そんなことはもう。おっぱい好きなんだけど、うん、おっぱいの何が好きなのかが分かんないんだよ。あ、うん、何に惹かれてんねや、自分は。理由ってこと。それをね、突き詰め出したらもう半分ノイローゼみたいな。答えが出ない。それ好きならどこ行くのみたいなと一緒やから。そう。だから、もう生物学的な説明はあるんですけどね。ゴって見てまうね。あ、そうなの、おっぱい。一応ありますよ。どういうこと。あれは、まあ言うたら、まあ、動物のエッチって、まあ言うたら全部、まあ、交尾ね。はい、交尾は全部、まあバックじゃないですか。でも人間は二本足で立つことによって、視点が高くなったから、お尻があんま視界に入らなくなった。で、その代わりに浴場するためのものとして、お尻に近い形に進化したんです。だから、あれに対して、おっぱいに対して浴場するっていうのは生物として正常な証拠なんですよ。あ、じゃあ、お尻も好きなの。いや、まあ、お尻がムチッとしてる子も好きですけど、やっぱおっぱいでもよ、はい、でも、うん、お尻が好きだとしてよ、はい、理由がわからないじゃん。お尻の何が好きなんだろう。それもあれでしょ、生物としての本能だって本能じゃない。そうそこに気づかざるを得ない。本能になっちゃうでしょ、やっぱり ね。そこでも謎です。別にさ、おっぱい見てても気持ちいいわけでも何でもないじゃん。まあね、うん、で全部見えてるだけでもなくてさ、俺真剣に何の話してるの。おっぱいの話。今、おっぱいの話。おっぱいの話。真剣に、おっぱいの話。これは続けていいの。いいよ、大丈夫。ここ、ほら、なんやろ、おっぱいのくせに首があるやんか。で、言い方が、おっぱいの首がさ、おっぱいの首をみんな隠さはるやんか。首。隠すよ。隠さはるやんか。ね、首ね。先端の首ね。先端の首って何やねん。もう違うもんな、出るやん。おっぱいの首ってことは頭どっちなの。まあいいわ。もうそんなこと考え出したら、もうノイローゼにならざるを得ないよ。ならざるを得ない。ならざるを得ないよ、もう。あの、首が好きなの。いや、違う。首をみんな隠さはる。隠さはる。いや、そりゃ隠すよ。隠さはっても、この谷間だけでも、ごって見てまうやん、こうやって。そうですね。え、じゃあ、ね、谷間と首はどっちが好きなの？いや、俺もしかしたら谷間の方が好きかも。だから生物学的に言うと谷間ってことでしょ？谷間っていうか、その、膨らみ。膨らみの、はい、膨らみが、お尻。お尻やからね、基本。誰がお尻やん。いや、お尻じゃない。おい、誰がお尻やねん。いや、今の話で言うたら、お尻がここについてるっていう話。ひどい話やで、そんなの。常連さんがね、そのむっちりした、うん、むっちりしてるかどうかわかんないですけど、NMB48 のライブに1回だけ行ったことがあります。常連さん。あ、そうですか。近所ですか。ねえ、近所やから。やっぱ、むちっとしてはりますか、うん、どうだろうね。でも、むちっとしてるんじゃない、テレビで見てるのと、ね。でも、なんか細いイメージがあるけどね。むちっとしてんのかね。モノクロさんとかむちっとしてる感じじゃないの。筋肉質。あ、けど、モノクロはちょっと痩せてるかとかやるから、結構肉はついてるね。そういう意味。マドンナなんて、ほら、もうね。もう、むきむきしてる。あれ、なんなん、マドンナって。どうなんか、どこまでが本物なん、マドンナって。どういうこと？どういうこと？なんか、ターミネーターみたいな。あの人。そうやな。そうやな。もう今やセクシーとかではなくなってるよね。なんかアスリートみたいな筋肉。なってる。まあ、お年がお年ですからね。まあね。セクシーでは。そうよね。いや、そうか知らんけど、年取ったから筋肉で行こうっていう考えもすごくない？いやいやいや、筋肉で行こうじゃない。行こうじゃなくて、自然にそうなったっていう。自然にそうなるぐらいやっとるわけやろ。維持するためにはね。そうですよね。あの、ダンスやらなんやらそういうのを維持するためにも。そうなんじゃないですよね。女性はないんですか？なんか、ごっつ男の底見てまうわ、みたいな。いや、おかしいやん。え？何が？何が？いや、だって、あの、例えば、はい、谷間が出ててもおかしくないけど、常連さんが NMB のあの、
あの画像さっきから一生懸命出してくれてはんねんか。好きなんや。なんか好きなの？え、もう常連さん画像まで。でも NMB とか、うん、あの辺はね、やっぱりあのグループの中でも結構選ばれし子なんですね。ああ、そうそう。はい。あれもだってグループめっちゃいっぱいあるでしょ？はいはい。ああね、うん。大阪、東京、あるね、福岡とか、上海とかなんかとかにもあるでしょ？はいはいはい。ある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 。うん、NMB って言ったら、その中でも多分割と上位の方の団体とかあるんですよ。うん。あ、そうなの？なんかその下にこうなんか、いろいろこうなんか、研修生みたいな子とか。ああ、まあいるからね。ムチッとしてるぐらいの方が上にバッ来れるみたいなことですか？じゃないですかね。今年紅白出るんですか？今年ね、紅白とね、どっかが落ちたよね。HKT が落ちたのかな。え、じゃあもうグループ、みんなこう、紅白出る感じ？あの、だから AKB と、NMB と、あの、乃木坂が出るね。ああ、はいはいはい。ほんで、すごいね。HKT は落ちたんよ。去年出てたけど。まあ、ちょっと基準がわからない。わからんね。で、ももクロも落ちたんです。へぇ。まあ、あの辞退したじゃなくて。じゃあいます。本来はやっぱりね、あの歌のあれですから、なんかヒット曲がね、あるかどうかじゃないですか。今年1年で。そうだよね。あれですよ。ゴールデンボンバーはまた出るんですよ。4年連続出て、そしてまた今年もめめしくて歌って。4年連続同じ歌で出るっていう。すごい。すごいですね。すごいでしょ。あれじゃない？そろそろ楽器できてんじゃない？あ、ほんまやな。いや、できへんやろ。いや、多分練習してるでしょ、そもそも。してないでしょ。マジバンドでやるみたいなことにはならない。ならないんじゃない。もう曲はもう NHK さん決めてはるみたい。これね。どういうことか。あ、せや、うちお土産買ってきた、祭りとか。何何？いや、お土産っていうかな。いや、そこでちょっとコンビニでさ。ちょっとマスターこれ見て。あ、出た。ポテトチップのさ。いちごのショートケーキ味。いちごのショートケーキ味ってなんやねんって思って。甘辛もええとこじゃないですか。これでどこのメーカー？小池屋ですね。小池屋は頑張るねー。なんでもいいんかって。ほんでさ、はい、まぁちょっと、これで失敗したら嫌やからさ、あー、パクチードレッシングのさ、これはなかなか、うまい香るこれですよ。なんかポテトチップってなんでも、両方とも攻めてるな。これで失敗したら嫌やからって、パクチーもまあまあやね。そうやね。まあまあやね。まあまあやね。結構。え、これは美味しい。あの、パクチー好き？パクチー好き。あ、ほならいいよね。パクチー好き。っていうか、女子はパクチー好きでしょ、これ。あ、そうなんですか。結構パクチー好き多い。好きっていう人いるよね。いや、これでちょっとね、みんなでちょっと味見しようかなって買ってきて。小池屋ってこういう感じ書くんやね。ほんまや。感じでね。そうそう、今手、湖の池ツルツルしてるから、ちょっと開けるの、ツルツルしてるから、ツルツル、もうね、だんだんほら年いったら乾燥してくるやんか、もう、うん、スーパーの袋とかは開けられへんくなってくるの、こしゃがーどっちのあーなん、それはこれ、ちょっと、え、パクチーってこんなんか、なんかパクチーって感じ全然せへんって、何何なーなどっちなの？わあ！え、どっちなの？え？いやもうまさによ、まさによ、まさによ。あの間違ってないよ。ああ！ほんま。大フレパーの買ってきたご本人が。いや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 、うち甘いのあかんねん。なんで買うの？いやいやいや、あかんあかん。ええ、え、これちょっとパクチーもいいですか？うん、うわぁ、これパクチーってこんなんか、だけどパクチー、パクチーの匂いね、好きな人は多分好きやな、あれ。僕はこれは平気です。パクチーは当たりやと思う。そんなに、なぁ、中が、でも俺ちょっと中が、これ匂いだけだったらすっごい美味しそうやねんけどな。いや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 、これらのイチゴ、いや、なんかあかんかん、これはあかんわ。いや、パクチーは食べていい？うん、ものすごい微妙なリアクションですね。まあまあ、うん、食べれんことはないかな。え、そのこのいちごのショートケーキに なってる。なってんの？食べてる。なってる。なこれ匂いはすごいよね、この再現具合は。本当にいい匂い。甘じょっぱいから、うん、好きな人は好きかもよ。
え、食べてみた、食べますよ、はい、食べて食べて食べて、匂いは一応、匂いはもう一応のショートケーキまんまです、うんね、何にももう問題ないです、うん、え、どう笑てる笑てるで、え、どうなん、これどうして商品化しようと。やっぱりそっちなん。え、嘘、俺はけど悪くない、うん、でも悪くないかも、そうそう、悪くないですけど、うん、わざわざポテトチップスでこれにせんでもいいやろと思いますよね、もうだって匂いが、うん、匂いがめっちゃ、ね、ショートケーキの味にするのはね、初めだけ、うん、噛めば噛むほど普通のポテトチップに変わっていく、ほら、僕の友達に白田って人がいるんですけど、あのすごい太い、うんうん、巨漢って言われてる人なんですけど、最近またダイエットして痩せてきてるんですよ、ほんま、まあ、それはいいや、あの巨漢さんが、巨漢さんに聞いたの、うん、あの本当にもう解放してあげるから、そういう時はあのやっぱり何が食べたなのと、なるほど、ステーキを山ほど食べたいとかそういうことになるのっていう質問をしたら、うん、その子は甘いお菓子としょっぱいお菓子を交互に食べ続けたいって言ってこれとこれでええやん、そうやねん、そうやねん、そうやねん、そういうことじゃないと思う、もうこれだけでいいよ、これだけでいいのよ、いやもうこれさ、あの今もあるかしら、食べた、あの今もあるかどうか分からへんけど、あのお札スナックってあったやん、あーお札時、あれめっちゃ美味しいよ、あれみたいな感じ、わかる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 、あれ美味しいよ、俺も好きやった、あのなんで商品化したんって感じじゃん、いや、お札スナック美味しいよね、お札ドキとか、お札スナック嫌い、いや、甘いのがあんま好きじゃない、ああそう、このパクチーは絶対美味しい、なんでこうたんやいう話やもうこれは、そんなにね、悪くない、うんうん、まあ、想像してたよりかは全然食べれる、ね、食べれる、あー、俺がかちょっと俺もちょっと、あじゃあ僕もちょっと、あ美味しい美味しい、そんなにパクチーは、いや、なんか嫌な匂いがするよ、うん、パクチーの匂いする、あ、どう、そんなにしないよね、ね、そんなにしないよね、パクチーの匂い、うん、あ、でも確かにパクチー平気な人はこれ美味しいと思います、うん、あ、パクチー好きにはもっと、もっとパクチーよって、うーん、あー、なんかちょっとだよね、もっとパクチーを、臭いそんなにパクチーの匂いしない感じ、全然しないよね、うん、もっとパクチー欲しい感じだよ、これじゃあもうそれ普通にパクチーつまどったらいけない、うん、あのロビンさんが言っちゃって常連さんがね、うん、ポテトチップスを探して食べてみますって、あーこれ、あー、うん、僕はどっちかというとこっちだな、僕、あの悪くはないですけど、国産とちおとめいちご使用って書いてるわ、すごいんだよって感じですけどね、いやそう考えるとこれは美味しいね、美味しいですねこれ、マスター美味しいわ、これはもう間違いないわ、鉄板ですね、さすがこう長い時の試練を経ていただいて、うん、まあ、まあ、うん、ええー、感じのしょっぱさやわ、うん、これパクチーも濃いけど、ジョレさん食べる、うわぁ、ゴレさん、ゴレさん、うん、これパクチーも濃い系やで、あ、そうなの、うん、濃い系は攻めるね、攻めるね、ちょっとアクセル踏み気味でいってるね、濃い系はね、いいね、もうけどカルビーとかになってきたらさ、うん、もう定番のほら、だって薄塩と、はいはい、薄塩やったっけ、薄塩と、うん、何コンソメさえあればさ、まあそうだね、成り立つでしょ、あそこは、うん、でもな、あるからもうカルビーだね、こっちはもう攻めてかなあかん、ね、頑張らなあかんから、いろいろね、隣の常連さん、すんごい隣の常連さんも、だって甘いもんあんまり食べへん人でしょ、もっともっとこっちのが多分、常連さん好きやと思う、面白い食べ方する人だね、お隣の女性さん、なんか小動物みたいな食べ方をする、うん、いやー、いろいろ出る ね、もう大変やね、こんなん開発するものすごいこうやってはりますよ、美味しいっていうこと、ね、これもチーズが挟まってる、これチーズなんですよね、あ、挟まった、僕チーズがね、ちょっと苦手なんですよ、なんかレモンクリームとか入ってるのすごい好きだけどね、美味しいじゃないですかね、あチーズ、そんなこと言ってたら平井堅に嫌われるで、
ヤゲンとかチーズ好きせやな。知らんけど。知らんけど。ねっとりしてそうやね。してる。別に平井堅と平井堅を見に行くわけじゃないからさ平井堅に好かれるとかあんまりねそんなないと思うんだよねきっと。けど平井堅さんをキラキラした目でやっぱ見るんでしょ、うん、あなたは見るかね。だって好きなんでしょ、うん、好きやけど、うん、別に行っちゃいなよ、うん、行っちゃいな、行っちゃいな、うん、大好き。いやあのご本人がどうこうではないから、いろいろでも本当に行くんですよ。福山雅治さんも行ったし、それは一人行ったわ。それは一人で撮った。ちゃんと一枚撮った。もうそうなってくると、いよいよなんでほんまに、平井堅を二枚撮ったけど分からなくなりつつありますね。だからもう、24日マジックよ。あ、24日マジック。なんかあるだろうみたいなさ。え？何が？いや、だからそれまでに、なんかそういう、いいことが起こって24日2人で行けるのではないかと、誰かとカップルで、うーんっていう希望的なあれが、その相手の好みはもう全く無視してるよねその時点で。いやほら誰でもさ、女子別平井堅言うたらそんな嫌がらないんじゃないの、そんな行こうよ言って。え、私も死ぬほど嫌いとか言う子おる平井堅言って、古時計冷めるみたいな歌はいいんから、もうあの人古時計ばっかり歌あるやん。古時計の人やろ。古時計歌はいいんから、ライブで。あんた古時計好きなん。そうそうそう、うわ売れとったらええやん。古時計はまあええやん、それはちょっと置いとこうや。古時計、私あの曲前から知ってたし誰でも知っとる。あ、クリスマスに古時計な、わかるわかるって別にクリスマスに古時計歌わんでええんやけどそんな女子は嬉しいんじゃないの、平井堅24日誘われたら。だけど結果として嬉しくなかったんでしょうね。まだ誘えてないって言われたら。正直誘いました。誘ってない。あ、そう、何誘ってる、誘える人がいなかったんですよ、さすがに。そんな中途半端な友達とか誘えないじゃないですか。平井堅の24日まあ確かにそれはそうや、お泊まり覚悟やもん。そうや、え、私のこと好きやったみたいになるやん。なるわ。だからいよいよ、だからなんで2つ取ったんやって話そこほなもう、じゃあだから何回も言うけど2ヶ月あったらなんとかなるかなと思ったのよ。見つけ出せんかったんかい。そうよ、その自信はなんなん。いやいや、2ヶ月あったら平井堅のライブに誘えるっていう自信はどっから出てくるの。いやだから日々に火がついたらもうなんかそういうこともね、もっとちゃんとできるのではないかと思ったんですよ。なんかよわからんな、なんか餌はあるけどなんかこの餌もったいないから夜釣りせえへんみたいな、なんか情報はなんか なんや、何のためのルアーや、そのルアーはみたいな感じがする。計画性ゼロやん。計画性はゼロだね。計画性はゼロだね。だいたい24日にライブとかやったらあかんやろ、平井堅。そこ怒るとこ。おかしいやん。いや、平井堅的にはこう、サービスのつもりでしょ。まあね、まあそら、まあけどちょっと平井堅の悪口を言って、気をこっちに持たそうみたいなことでしょ。どういうことどういうことわぁ、考えること、どういうこと平井堅のこと狙ってるやろ、自分。どういうこと、平井堅を狙ってる。ちょっと気持たそうとして、大物つるね。大物つるね。大物つるよ。もう平井堅にここのあれでしょ、噂が伝わるってことでしょ。だからもう最終的にあの平井堅のコンサートあんねんけどって平井堅に誘いに行くわけ。大物。大物つる。すごい。トリッキー。トリッキー。すごいね、トリッキーやな。無職の男がね。無職。大阪の無職。平井堅お金持ってるからいいよ。まあ、平井堅お金持ってるから。フル、フル時計の金がガッパーってるから。もう玉残し、玉残しってないやろ。みんなが知ってるあの曲で儲けた人やろ。すごい、フル時計の人が。おかしいことなっとる。フル時計以外にってことなっとる。おかしいことなっとる。平井堅のチケット取ったことで俺が平井堅と付き合うことになっとるやろ。おかしいやろ。だいぶ飛躍しとる。どっちなんですか、攻める方だね。わからん。どうやろ。どっちや。背高いからな、向こう。あー、あ、怒られるて、そんなん言うてんの。ほんまやで。あかんで。ほんまやで。下手したら俺行くんやから、あさってかしら。行くの？いやいや、行っちゃうの？ほら。待て待て。だからほら、怒られるで、ほんま。相手もね、天下の平井堅やからさ。ほんまやで。
いや、ほんとコンサート自体はね、感動的やからね。客席指さしてないから言われるで。ちょっと常連さんも平井健さんの画像ええから、そんな山盛り出してもらうの知ってる、知ってるから。どんなのがどの、どの平井健がベストだ、どのショットがいいの。あ、僕はね、あの髪の毛と時々あの茶髪にしたり金髪にしたり、うん、あのドレッドにしたりするのがあるけど、あんなんせん方がいいと思う。普通の黒いやつがいいから ね、 あ、うん、ね、ちょっとなんかもうおかしなことになっとるやん。もうなんやねこの写真、ターバン巻いてるで頭に。いやいや、あのいいですよ、平井堅さんは素敵ですよ、うん、まあ、別に僕は、まあ、平井堅さんやったら止めへんかな。、うん、いやだから、お父様いいお時間です。そう、え、ちょっとそんな話で今年も終わんの、平井堅話で終わんの、まあ、他の話しようよ、ちょっと。え、他の話って何？なんかないの？何何？なんかこの年末年始もうなんかビジュアル的にさ、アホなトナカイが3人喋ってるみたいな感じの。自分の持ってきたやんか。なんかないの？年末年始は、ご予定は。年末年始のご予定？ご予定？あ、うちでもカウントダウンの旅に行くよ。え、嘘？へぇ、行くよ。どこに？和歌山の方で、そこで都市を明かす。そうそうそう、それ一人旅。うん、大人数で、まあ、あ、また、あ、夏のメンバーで、行っちゃうよ。すごいな、いいな、それ楽しみやな。もうね、遊びを満喫するよ、休みはね、休みはね、寒いぞ、和歌山、あんた、この時期。寒くないよ、だって日本の南やで。もう日本ってこうなってる、ああ、こうなってんやろ、 V 字になってるここやで。そうかそうか、 V 字になってる。あれ、日本で V 字じゃなかったっけ。こうなってる、なってる、こうなってる最南端やで。そうか、あったかいや、あったかいんかな。あったかい、いや絶対寒いよこの V 字。寒いよね、きっと。南はあったかいね、もうあったかいよ。そないに南ちゃうで、言うほどあんた、いやいやいや、アフリカまで南ちゃうで、あんた。いやいや、そんな国境は越えへんけど、国境は越えへんけど、あったかいよ。うんと、うん、まあでも海の近くとか行くんでしょ、どうせ多分。そうそうそう、ならやっぱり海風とかもね、あったかいよ。あったかいよ、絶対寒いよ。寒いよ、そんな日本の南やで。V 字のな、 V 字になってる、こうなってる、ここ や、 やそれ、そこまでアピールしなくてもそんな暖かくないんじゃない。いやいや、もう沖縄と変わらんぐらいの南やで。うせや。いや、だってそんなに日本でちっちゃいやん。こうな、本州最南端っていうだけで九州の方がまだ南ですから、ね、いやでもこうなって、あとちょんちょんってなってる。この辺とあんま変われへんやん。さっきの、もう暖かいことにしよう。そうやな、暖かいね、暖かいよ。もうでも、もうね、もうあれやで、半袖短パンぐらい。あかんかんかん。絶対行け、すごいや、絶対行け。いやいや、行くよ、行くよ。もうあったかい、あったかい、南の島に行くよ。南の島、南の先っぽに行くよ。先っぽに、いいね。V 字の先のね。V 字の先のね。お正月は寒そうやからね。寒そうやから。どうすんの？身が。いやー、ちょっと俺多分ずっと家にいますね。あらー。仕事？なんだそれ。引きこもり、引きこもりですね。テレビとか見ちゃう。引き、ん？見ちゃう。見ちゃう。あ、もう紅白とか普通にダウンタウン見て楽しんじゃう。うわー、まあ、ダウンタウンはわかる。わかる。わかる。ダウンタウン。ほらら。ああ、そう。あなたは紅白。そう、紅白で集まるんでしょ、みんな。集まりますよ。紅白を見るために集まる。集まるね。今年も集まるの？それはもう20年やってますから。紅白集まるメンバーで。そうそう。そう、睡眠薬飲みながら見るらしい。もう危ない。危ない。怖い、なんか、若手、なんか、怖いわ。すごいね、もう。ドラッグ。ドラッギやわ。ドラッグ。セックス紅白。セックス紅白のドラッグ。セックス紅白。うわぁ、すげぇ。危険、危険。すごいよ。悪い。平井健と付き合って、で、紅白を、
ドラッグ決めながら見るわけでしょ。もう悪、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 悪だね。悪、悪、ニューヨークやわ。わあ、ダウンタウンやわ。ニューヨークや。ある意味ダウンタウンやわ。もうスラム街で育ってるから。うちらのダウンタウンとちゃうで。違う、ほんまや。ほんまもんや。ほんまもんのダウンタウンや。国的なお時間やばいじゃん。気をつけて。マジで。分からない。死ねしろもあんまりええ話しちゃうかでも。これあれトナカイは？紅白はね。紅白見、まあそうか。一回見てみ、一回頭からケツまで。そんなにじっくり見るえんやろ。いや、だから決めながらなんですよ。あ、もうな、ドラッグやわ。怖いから。怖いな。もう、ほんまのドラッグですから。もう、怖い怖い。また来まーす。あ、良いお年を。はい、良いお年を。どうもありがとうございました。ちょっとほな、もう次2軒目行こうや。はい。ほな、またまっすー。はい、どうもありがとうございました。良いお年を。良いお年を。